旧カーチー c q m モーターズは電気自動車のミニカーを製造していた自動車メーカー。2002年に宝の子会社であるチョロ Q モーターズとして設立された。2002年から2005年の間に一人乗り電気ミニカーの旧カーシリーズを4車種製造販売していた。フォルクスワーゲンの専門チューナーであるコックスの社長が 宝のチョロ Q のファンだったことをきっかけに宝がコックスとの共同により自動車ビジネスに参入。アラコの原付四輪電気自動車エブリデイコムスをベースにした Q カーを台数限定により販売を開始した。台数限定とした理由について宝は量産することでデザインなどの独自性が失われること、チャレンジ型の製品であるため限定生産がリスクヘッジとなること、 などを挙げている。製造販売体制としては、アラコが EV システム供給を担当し、組み立てと形式認証取得はコックス、企画販売はチョロ級モーターズというものであった。販売開始当初は、もの珍しさや外見の可愛らしさから話題になったが、次第に販売台数が頭打ちとなった。宝本体の経営も苦しくなっていたことから、 不採算事業の整理の対象となった製造中止後のサポートサービスは COX が担当している。ありがとうございます。